こんばんは、福山です。ですね、昨日かな、昨日今度、4月から始まる、一つ屋根の下2のですね、顔合わせというやつがあったんですよ。顔合わせじゃねえか、衣装合わせか、衣装合わせっていうのがあって、まああのドラマの中で着る衣装をね、まああのとりあえず衣装合わせしてっていう感じでやってたんですよ。でまあ久しぶりなんで、みんなで一緒に飯でも食べに行こうよっていうようなノリで、昨日会ってきました。久しぶりに柏木一家、江口さん、酒井さん、のりこさんですね、あと一星くん、秀一星くんと、あとは山本浩二くんと、あと王子めぐみちゃんという、で私ですけど、まあ柏木ブラザース6人衆会ってきたんですよ。でまあ久しぶりに会ったんだけど、あんだけまあ全員揃うのは本当に丸4年ぶりぐらいで、で久しぶりに会ったんですけど、普通ね、ドラマとかの顔合わせってさ、やっぱ緊張するんですよ。なんか知らない人いたりとか、この女優さん可愛いなとか、この俳優さんなんか感じ悪いなとか、そうテレビで見た人だとかってさ、であんまりこう喋んないもんなんだけど、もうなんか、全然その初めてじゃないから、良くも悪くももう緊張感がない感じで、でまあその後みんなでしゃぶしゃぶなんて食いに行ってさ、でまあ行ってきたんですけど、まああんま変わってないね、やっぱりね。結構俺はね、その期待してたのは、石田一生くんがバンドとか組んでやってんじゃない、ビッグバンドってんだっけ、あれとかたまにテレビとかで見てたりしたからさ、なんかすごい髪型になってたじゃん。アフロなのか何なのかよくわかんない髪型になってたでしょ。あいつはあのまんま出んのかなと思ってたわけ俺。そしたらまあ普通に切ってきてたし、あとはそうだ、びっくりしたのは、フミヤこと山本浩二くん、車椅子だった役の子、あいつさもう180ぐらいなってるわけ。だからなんかガタイもいいのね、あいつって、浩二って。だからすごい健康なんだよ、なんか血色ツヤツヤでさ。いやどうなるんだろうな、病弱な役なんですよ。でもしかもすごい内気で繊細で、でもあいつ全然違うんだよ。普段はなんかバイク乗ってさ、アメリカのバイク乗って、ボーイ好きだから、バンドのもうギンギンロックなやつ、なんかレコードも出すらしいよ、コージ。もうあいつがなんか一番なんかこう役柄を追い越していってたね、あいつは。あとはあんま変わってなかったな、本当に。酒井さんですか、ノリピーさんですか。ノリピーさんはね、噂で聞いてたのは髪がウーアーになってるって話を聞いてたの。それは違うだろうって話になってたわけよ。言うてもあんた一つ屋根の下のあそこは貧乏ですからね、柏木一家は。小雪ちゃん、小雪ちゃんの役でね、それがお前ウーアーじゃちょっとかなりキャラクター変わってねえかっていう。そしたらまあ当日はね、髪黒くしてね、当日って昨日は戻してきてて、やっぱ戻したんだって、そうなのって言ってて、やっぱりそのあれなんだね。いや感慨深いものがいろいろあって、各々が各々の活動をしていったわけじゃない、そのあのドラマ終わりでさ、おいで各々が各々のライフスタイルがあって、まあ4年間ね、4年間の間にさ、だから髪型も変わりゃ考え方も変わるわけじゃない。でもね、やっぱ一番変わってないのは俺とエグちゃんだったな。なんかそのいや俺びっくりしたんだけど、一世とかってまだ22ぐらいなんだよ。で山本浩二君っていうのは二十歳でさ、でなんかその頃俺とかエグちゃんがその一つ屋根の下をやってる頃よりもまだ若いから、なんかその俺とぐちゃんもう半ば親父に踏み込んでるじゃん、足片足さ。えぐちゃんなんて昨日話しててさ誕生日あの人1月1日なんだって。
なんかあんちゃんって感じじゃん。1月と日誕生日で。えぐっちゃんさ、もう30じゃないひょっとして。って言ったら、そうなんだよ。俺次の正月で30になっちゃうんだよ。さ。で、俺もまあ28になったじゃない。いや、ありがとうございます。皆さん。ね。ありがとうございます。もうなんか、和んでたよ。すごい。うん、まあ、もうちょっとその話はちょっと後でしますけどね、うん、まあ、そんなわけでね、いよいよその、うん、ドラマの収録の方にもぼちぼち入り始めるかなという感じでございます。はい、じゃあ行ってみましょうか。福山雅治のオールナイトニッポンで、まあ松貴子さんもですね出演なさるんですけど、なんか昨日はね体調が悪いらしく欠席だったのね。うん、だからまあ見れなかったんですけど、会うっていうのもなんかまあ見るって感じだ今の感じって、あ、まあ見れなかったんですけど、まあそのうち会うでしょうけど、いやホイールスはそのなんだっけ、その道端歩いてるとどうのこうのみたいな話になったわけ、話しかけられる話とかになってさ、でどうなの一世とか浩二とかってさ、ちょっとやっぱりその基本的にはなんかこうね、なんだろう、居心地がいい時もあれば悪い時もまああるやって感じじゃない。で俺なんかだと28ぐらいになってくるとさ、そのもうなんか声をかけてくるやつらの年齢よりも上になっちゃってるから、その福山さんなんとかなんとかみたいな感じになるから楽なんだよね、いろいろと。でそういう話はエグちゃんにして、エグちゃんもそうでしょ、もうそうだねって。だからやっぱあの頃っていうのは、あの頃っていうのはその前回一つ屋根をやってた頃、あの頃ってのはやっぱりその異常だったよなみたいな話になって、うん、やっぱりちょっと異常だったんだよ、なんかこう存在のあり方がさ、なんて、うん、まあ別にどっしり落ち着いたっていう意味ではないんだけど、まあそうやってその年齢を重ねることによっていろんなその環境や状況や、まあ自分の状態、精神状態もさることながら、まあ変わってくるんだななんていう、なんかしみじみした感じで切れ酒飲んでましたよ、ちびっと。福山雅治のオールナイトニッポン。この番組はポニーキャニオン、ブルボン、BVD 富士坊、東芝 EMI、春日井製菓、株式会社 SNK、大道ドリンク、エイベックストラックス、中央出版、ソニー、ファミリーマート、ポパイ、オリーブ、スティング、以上各社の協賛で東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りします。じゃあ今日はですね、もう世界一早いというか、日本一早いオンエアになりますね。エアロスミスですよ、はい、エアロスミスの新曲、これは日本で多分一番早い解禁だよね。あ、よかったね、みんなこの番組聞いてて。エアロスミスで Falling in Love。 はい、お送りしたナンバーはですね、もぎたての新曲、日本一早いオンエアしました、エアロスミスで Falling in Love。 まあ2月11日解禁ということでね、もう解禁しました。お知らせ、ここでですね、お知らせ。今や日本中で大ブームを巻き起こし社会現象にまでなっているものといえばたまごっちでございますね。まあ、そんじょそこらじゃ手に入らなくてみんなが喉から手が出るほど欲しがっているたまごっちが、なんとこのオールナイトニッポンで手に入るかもしれません。手に入るかもしれませんなんだ。手に入りますよね、大丈夫ですよね、その日本放送のネットワークを使えば。まあ今から言うことをよーく聞いておいてください。再来週2月17日月曜からの1週間、福山雅治、ごめんなさい、もう一回訂正します。来週2月17日月曜からの1週間、オールナイトニッポンはゲストと企画で盛り上がっちゃうスペシャルウィークがまたまたやってきます。この期間中、月曜からですね土曜日のオールナイトニッポン、一部の各番組でキーワードを発表します。これは毎回恒例でございますから、まあ聞いてらっしゃる方は分かっている方も多いと思いますが、そのキーワードを全てチェックしてハガキに書いて送ると、抽選で各番組でパーソナリティとスタッフが手塩にかけて育てたたまごっちが当たるというわけです。はい、でも手塩にかけて育てたっても俺やったけど、俺最長6日ぐらいしか生きてなかったよ。俺が育てんの？マジで？どれぐらい育てればいいわけよ？1日ぐらい？ああ、それ大丈夫だ、着くまでに死なないように。でも郵送してる間に死んじゃうかもしれないよ。うんこまみれ、あなたのお手元に届いた時には多分うんこまみれだろうという、届いたらまず流してくださいという感じですけど。そしてさらにこれまた恒例のダブルチャンス、たまごっちに外れてもパーソナリティのサインを入れて卒業シーズンに大活躍のサイン帳を各番組10名にプレゼントしたいと思いますね。というわけで、来週2月17日月曜日からのスペシャルウィークは絶対に聞くべーし。今夜もオールナイトニッポン。
まあ今言ったようにですね、あの来週ね、2月17日月曜日、福山雅治のオールナイトニッポンはゲストに前川清さんを迎えてスタジオライブリクエストスペシャルをお送りするんですよ。まああのこの間は海外からアマンダ・マーシャルさんがいらっしゃってですね、スタジオライブリクエストスペシャルをお送りしましたが、来週は前川清さんと共にお送りします。ね、ちょっと複雑で間違いがないように言っておきますけど、塚ちゃんは来ません。一応、塚越隆さんですよね。塚にですね、塚さんでですね、番宣作ってもらったんですけど、まあ、そのバックで歌ってるのは私です。あれは、後ろから清です。さっきの、そうですね、さっきのバージョンは後ろから清です。はい。というわけでですね、2月17日月曜日、福山雅治のオールナイトニッポンは前川清さんを迎えて、スタジオライブリクエストスペシャル。来週のラインナップ言っておきますね。2月18日火曜日、松村栗弘さんのオールナイトニッポンはゲストに友坂理恵ちゃん、2月19日水曜日、シャランキューツンクのオールナイトは、ゲストにマックス、2月20日木曜ナインティナインのオールナイトニッポンは、雛形あきこ、陣内高森、袴田義彦をブッキング中、みちるちゃん祭りを開催。わからないですね。なんだか2月21日金曜日は特番芥川賞受賞記念、辻仁成さんのオールナイトニッポン。2月22日土曜日、松任谷由実さんのオールナイトニッポンは苗場からの生中継、苗場でウッシッシースペシャルで、来週のラインナップになっておりますんでね。でね、福山の正春、福山の番組的には前清へのファンレター、質問などのハガキを募集しますね。前清さんへの質問、ファンレターなどのハガキね、それとスタジオライブリクエストスペシャルに対してのリクエスト、前川さんが歌って私がギターを弾くというね、これのリクエストもお待ちしてます。それとなんとビッグプレゼント、前清オリジナルグッズのプレゼントもあります。すっげー、どんなやつ、前清オリジナルグッズ、素敵なグッズだろうね。どんなんだろう、延べ棒とか、延べ棒じゃねえな、ぴったりっていうのがヒント。え、ぺったり？コンドーム？違う？何なんだろう？か、俺もわかんない。これ俺も知らないんだよ。で、まぁ、おはがきとかのね、そういう、あと先、郵便番号100-87、日本放送福山雅治のオールナイトニッポン前清スペシャルまでですからね、お待ちしてますよ。あとはね、あ、そう。最近ずっとやってる、ファックス、オープンにしておきますんで、今日言いたいこと、今日気づいたこと、まあ何でもいいんで、東京03-3211-0707、東京03-3211-0707の方へですね、でーって流してみてくださいね。深夜ですので、くれぐれもおかけ間違いないようにということで、でね、まあさっきのまたオープニングのドラマ話の、まあ、続きなんですけど、まあみんなといろいろ話してて、やっぱみんなね、一様にね、そのちょっとやっぱり不安げなんですよ。やっぱりその、俺もね、改めてまだ見てないんだけど、その前回やったその一つ屋根の下、前回のバージョンをまだ見てないんだけど、もうエグちゃんとか見たんだって。一応やっぱり見とこうと。で、何しろ一回自分の中で終わったもんだから、もう一回やんなきゃいけないっていうのが、まあね、みんなの中では一つそれがプレッシャーになっているのと、それとやっぱり何がみんなの共通のプレッシャーかというと、異常にテンションが高いんだよね。ドラマ自体もそうだし、ドラマ自体っていうかね、その役柄のテンションが異常に高いのよ。なんか叫んだりとかさ、池に落ちたりとか、踏切に飛び込んだりとか、で、そこに持っていけるんだろうかっていうのが、俺はそうでもなかったんだけどね。俺もその、ものすごいセリフをいっぱい言ってたんだけど、その、こんなこと言わないよ君っていうようなこといっぱい言ってたんだけど、でもやっぱりエグちゃんとか、あとはやっぱりあいつだよね、一星とかだよね、結構その、やっぱりこう、わーっと叫んだりとか、なんか張り倒されたりとかっていうさ、なんかそういう、かなり日常とは逸脱したものが繰り広げられるから、で、まあ、脚本は、まあ、前回と同じ野島伸司さんなんですけど、で、もうね、7話かなぐらいまで上がってんだよね。8話ぐらいまで上がってんだよね。で、俺もまだ全部読めてないんだけど、これ大変だよなっていうのやっぱ感じありますよ。いや、まあ言えないですけど、いろんなね。もうなんかドタバタドタバタのさ、やっぱりその、
なんだろうね、あの別にこれ地味な話でも何でもなく、やっぱりその意外とこうプレッシャーっていうのはそのみんなの中にあって、うん、それをどう乗り越えていくのかっていうのが一つのやっぱりドラマが始まった最初の頃の一つの課題になるんだろうななんて思いながらみんなと話してたんだけどね、うん、いやーどうなんだろうなぁ。今ほら番宣が来週からスペシャルウィークなもんだから、番組宣伝略して番宣というものが今ずっと流れてるでしょ。あのロイドシャランキューツンクオールナイトリポーマーってさ、なんか寂しくなかった今ね。多分まだゲストが決まる前にあの撮った番宣なんだろうね。ゲストもすごいぞ、ゲストはマックスです、シャランキューさんのところはね。あとはまあユーミンさんのところね、生放送で牛顔がある牛妙な間がありましたけどね。行ってみましょう。秘密のコーナーでございます。誰にも言えないあなたの秘密をそっとしたためて送ってくるゾーンでございます。ポエムのようですね、まるでね。行ってみましょう。広島県ペコちゃん、私には秘密があります。今姉と一緒に二人暮らしをしている短大生ですが、少しでも家計を抑えるため学校のトイレットペーパーを持ち帰って使っています。いいねいいね。なんたってタダなんでタダじゃないんだよ本当は、厳密に言えばな。今となってわざわざお金を出して買うなんてバカバカしいと思う今日この頃です。しかし同じ短大の友達が遊びに来た時にはスーパーかっこマーケットかっこ閉じる用のトイレットペーパーも一応用意してあります。やっぱりこんな私ってケチなんでしょうか。 PS ちなみに学校のトイレットペーパーはシングルです。おお、そうだよね、トイレットペーパーってシングルとダブルがあるよね。あーシングルってさ、でもちょっと硬いんだよな、つきすぎるとちょっとあの痛いんだよ。うん、そうなんだ。福山ックス、福山、本当福山ックスでいいの？はい、福山ックス世田谷区、ペンネームデカすぎくん。福山さんこんばんは。こんばんは。早速ですが僕の秘密を言います。1年くらい前、僕はテニス部の部長でちょっと顧問の先生に話があって先生のところへ行ったんです。その日は遅くまで練習だったので他の先生は帰っていたのですが、何か話し声がするので誰かいるのかなと思って覗いてみたんです。そうしたらその先生が生徒とキスをしていたんです。しかもその生徒というのが僕が好きだった女の子なんです。あまりにショックでその日僕は何も話せずそのまま帰りました。これは秘密にせねばと思いました。しかしなぜかその半年後から今まで、半年後から今まで僕はその子と付き合っています。ちなみになぜ秘密にしなければならないかという最大の理由、それはキスをしていた先生は女の先生だったからです。チャラーン、ババババーン。本当これってどういうことなんだろう。これ聞いたのかな、彼女に。聞けないかな。でも見たんだから聞いていいんじゃない。聞けないかな。いや、どうするでも俺だったらどうする、俺だったらどうする。先生とわしとどっちがいいんじゃ。ほら九州団に差し上げます町田市の渡る。福山さんこんばんワイン。こんばんワイン。懐かしいね君、今ブルブルっとしたよ体が。僕の秘密、それはアダルトビデオに出演したことですいいないいな。幸いまだ友達には知られていないので普段と変わらぬ毎日を過ごしています。でも全然気持ちよくなかったんです。フェラのシーンはバイブを腰につけてそれを女優さんが、加えるといった感じだし、挿入シーンも入れたふりをして腰を振るだけでした。最後体の上に出すのも袋に入っていたものをギュッと掴んで終わり。なかなかのバイト代をもらったのですが演技に苦労しました。男優に憧れている人も多いと思いますがやめた方がいいですよ。ああなるほどね。友達に見られたら恥ずかしいんだろうけど、でもこれは本番をやってないからそんなに恥ずかしくないでしょ。うん、へえ。俺ね、でもね、前なんだっけな、六本木のさ、いらっしゃいませの お姉ちゃんが勤めてるクラブにいた時にさ、そこで席に着いた女の子がいたんだけど、ある時さ、俺がアダルトビデオを見てたらさ、その子が出てたんだよな。それは結構ねびっくりした。そしてなんか気持ちよかった。なんかうん、福山ックス差し上げます。三重県ボックスティッシュ。
聞いてください。私、成人式の日のお祝いとして母に50万円相当するブレスレットとネックレスをプレゼントしてもらいました。母はなけなしのお金をはたいて買ったのよと言ったので涙がちょちょぎれる思いでした。がしかし私にはローン会社に借りてまで好きで好きで好きでどうしようもない男に貢いだ借金があったのでネックレスを速攻で質屋で換金してしまいました。数日後母が今日お父さんと久しぶりにデートしたいからこの間あんたに買ってあげたネックレス貸してよと言われ困惑してしまいました。その時とっさに傷ついたり汚れたりしたら嫌だから大切に保管しておきたいのと言い訳しました。プレゼントされた日一生大切にするねって言ってしまったのでこのことがバレやしないかと思ってヒヤヒヤしてます。本当のことを言って母を悲しませたくないし金でしか男の心をつなぎ止められない自分が悔しいです。ああいいですね仮面親子へいいですね。もうどんどん貢いでください。もうもうこれはいっちゃん貢いだら本当にとことんのところまで行って本当に首が回らなくなって、捨てられない限りは収まらないんじゃないでしょうかという非常に冷たいアドバイスをいやいやでもさ俺わかんないんだよ。その貢ぐっていう行為が自分は貢いでるっていうふうにもう自覚があるわけでしょ。しかもそのなんだろう 母が買ってくれただよ50万円相当っつったらあなたね、高いよなけなしのお金だよこのそんな豪邸に住んだあれだったりするんじゃないんでしょ。いわゆるお金持ちのお家じゃなかったりするんでしょ。成人式のですよ。しかも成人式の祝いっていうことは二十歳だよ。しかもなんで俺さ男に貢ぐのか分かんないんだよね。ああしかも貢ぐ違うんだよ。その貢いでるのを分かっていながらも また貢ぐこの感じ。はあなるほどな、ね。何俺ミノモンタみたいだった奥さんね。じゃあ福山クスね、これで少しでもね貢ぐ金額が減れば減らないんだけどなあれじゃな。最後横浜市、アホゲー16歳高一実は私今でも時々父と一緒に寝ているんです。ちなみに私は16歳、父は45歳です。まあ寝ると言っても同じ布団の中で一緒に寝るだけなんですけど、かっこ足は絡ませてるけどかっこ閉じるって言ったら俺は一緒に寝るだけではない。寝るときは父が誘ってきたり私が夜中に勝手に布団の中に入っていったりします。お前さ思わせぶりに書きすぎてないかこれなあ。もともと私と父は親子というより友達のような関係なので別に嫌じゃありません。私が誘いを断ると1000円あげるから3分だけと言ってくるんです。で私はお金ないからついつい誘いに乗って一緒に寝ちゃうんですけどね。ちなみに母はこのことを家庭内援助交際と呼んでいます。うまい。うちの親子って変ですか。 PS 一緒にお風呂に入ってたのは小6までです。お母さんうまいね、母うまいね。これねでも別にそんな気にならないけどな。うん、俺がだって45のぐらいになって娘が16だったら お父さんも一緒に寝るよ。足を絡ませる、足を絡ませる、足を絡ませられてお父さんはどうなってるんだろうね。朝とかだってまだお父さん45だから現役だから大きくなってんじゃないこれね。それはそれでなんかお父さんもまだまだいけるんだと思ってホッとするんだろうかね。じゃあお父さん使ってください。九州男児差し上げますんで。そうなんだ。いや昔ねうちの番組でもお父さんと一緒にお風呂に入ってる女の子をね募集したんですよ。で結構いたよね。結構20何歳とかだって。あれじゃ松本明子さんといまだにお父さんとお風呂入ってるって言うじゃんね。広瀬香美さんもそうなんだ。いいです、いい娘さんですね。俺も絶対そうするからな、絶対するからな。宛先、秘密のコーナーの宛先はですね、郵便番号100-87日本放送福山雅治のオールナイトニッポン秘密の係までね、誰にも言えないあなたの秘密をそっとしたためて送ってきてください。俺じゃあ新曲ですね、相川七瀬でトラブルメイカー。前木を抱きしめて抱きしめて。さあ前清のコーナー、なぜかこの番組で大ブレイクしている前川清さんでございますが、来週はついにご本人登場ね。質問リクエストなど待ってますんでね。今日はね
またね、まあ、番組の最初に言おうと思ったんですけど、あの作家の、いつも僕の前に座ってる作家の小原君がまたあのサイコメトラエイジの、台本の締め切りに間に合わず、最終回のなんか最終回の台本を書いていてホテルに缶詰になっていると。かっこいいね、なんかホテルに缶詰になってるってね。でまあいつも小原君が笑うココ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 コというあの笑いがないとやっぱり寂しいということで、代理の笑い屋ね、中島が座っておりますね。まあ適当に、笑ったりとか、まあ、僕のマネージャーですけどね、今日もですね、もう信じられないくらい薄着な中島さんではないですか。冬なのに T シャツというアメリカ人並みのこう体感温度を持つ男。じゃあおはがき行こうか、ね、杉並区、将軍政宗、最新マイキオ情報をゲットしました。この間の1月30日マイキオさんのリサイタルのあった日、新宿厚生年金会館の食堂でアルバイトをしているうちの姉はバイトから帰ってくるとすぐに、今日前川清のコンサートでさと語り始めました。その話を要約すると、開演2時間前から食堂はマイキオファンでごった返し、ものすごい熱気に包まれ、ものすごかったそうです。しかも声のでかいおばはんばかりで、大声で話される話は前清で持ちきり、ものすごい前清マニアになって、うちの姉はバイトから帰ってきました。かっこ歌も口ずさんでました。かっこ閉じる。ちなみに福山雅治から花が来てたよとも言っていました。それを聞いた私は大笑いし、姉に前清ブームのことを教えると、じゃあ私って最先端を言ってるんだねと喜んでました。簡単だな、なんかここにここにまた一人前清マニアが誕生しました。ああ。まあなんせね、見たらファンになるらしいよ、リサイタルは。うちのその神田ディレクターもこの間行ったって言ってたけどね。次、京都府伏見区のヤモリゆりちゃん、こんばんは。こんばんは。実は私マイキオのサイン持ってるんです。ずいぶん前にもらったサインなんですけど、私は別にファンでもなかったので誰かにあげようと思ってたんですけど、誰もいなくていつの間にか押し入れの奥にしまい込んでいました。それがこの前清コーナーで思い出し、探してみたらありました、ありました。何年かぶりに光を浴びた前清サインは。前清サインよ。でもどうしよう、ああ、私は福山君のサインが欲しいです。交換しようかこれ。何も交換せずとも俺来週もらえばいいんだもんな。ああ、どんなサインなんだろうね。ねえ、前清、まあ自分では前清とは言ってないだろうからな。次、ペンネーム久保田と忍、懐かしいギャグだね。面白いんだ中島、面白いんだ。あ、そう、久保田と忍って、だって新鮮でした。喋んなよ。私は前清の馬、肥前政宗号で大損しました。馬持ちなんだ、馬主なんだ前清さん。馬並みしかも。マジでそんな、ねえ、その話って聞いていいのかな。俺だって緊張するな、そういうのって。まあいいや。その穴を埋めようとますますどつぼにはまり、競馬場からの帰り道、なぜか頭の中に東京砂漠がこだましていました。よくできたお話でしたねこれはね。まあ本当なんでしょうけど、肥前政宗号なんだ。おお、肥前政宗号買おうぜみんなね。えそれで、え、何に出てんだろうレースは。まあ調べりゃ分かるよね、肥前政宗号。次、これは大分市のね、中学3年生時代に修学旅行に3回行ったヒロイン。ということはすごくダブったって、トリプったんっていうか、ターキーだよなこれな。3回修学旅行に行ったってな。初めてハガキ出します。お、福山さんと同じ九州生まれ九州育ちの男ですばい。さて、マイキオのコーナーとても楽しいですが、おいどんはこのコーナーがあるたびに昔のことを思い出します。昔ギャルに、誰かに似てるな、あの長崎は今日も雨だったの、あー、あれあれあれ、そうそう、前川清に似てる、前川清をかっこよくした感じとか言われたことです。俺はショックでたまりませんでした。なんであんなジジイにニチョンクニチョンなんか言われないけんのかと。しかしやっと俺の時代が到来しかしやっと俺の時代が到来したのです。何も取り柄がないけれど、歌だけはちょっと人並み以上と言われているので、マイキオの歌頑張って覚えて、いつかマイキオを超えてみせたいです。ではこれからもご活躍ください。PS 一つ屋根の下2でマイキオの歌口ずさんでください。アホかお前。あ、そう。いやでも似てるって言われていいじゃん。
前川清をかっこよくした感じ。どんな感じだお前なあ。でも今絶対な、君が抱きしめてとかすっごいうまく歌えたら、しかもあの女の子がそれでポロリと涙したら、もうパーフェクトだよね絶対。それがうっかりこの番組を聞いてるリスナーだったりした日にはもうあんたの思うがままさねえ。馬並みらしいけどね、それが真似できることなのかどうなのかは定かじゃないけど。杉並区ひとみちゃん16歳。私は早速前清がゲストに来ることを広めておきました。偉い偉い。すごくびっくりしたのが、私の隣の席の子が隠れ前清ファンだったことです。福山のオールナイトに前清のコーナーがあるんだよと話すとすごく喜んでました。16歳だよ16歳。杉並区だよ。荻窪だよ。彼女は前川さんのコンサートにお母さんと行ったそうです。おお、こんなにも、自分に近いところに前清ファンがいたなんて思いもしませんでした。その子のお母さんは、え、前川さんがラジオに出るの、早速明日ハガキ買いに行ってくるわと言ってました。多分親子でハガキを送ってくると思います。ああ、いいですね、ひとみちゃんのお友達。もっと広めといて、もっと広めといて。もう一丁いけるかね、もう一丁なあ。封書でございますけどね。ああ、名前どこだ、熊本県玉名市のまゆみちゃん。私、昨日今日のオールナイトリスナーなんです。おお、新参者だな。きっかけは今福山さんのオールナイトで熱い話題の前清なんです。うわ、前清に引っ張られてうちの番組もリスナーが増えたんだ。 前川さんありがとう。早寝早起きの規則正しい生活を送っていた私には、高校生の頃以来深夜放送とは縁がなかったのですが、会社の同僚のまゆみちゃんに今福ちゃんのオールナイトでは前清が熱いという噂を聞きつけ、聞き始めたという次第です。今ではすっかり熱心なリスナーの一人になり上がっています。えらい。私と前清、そう、前清は私にとって少女時代から今日までなんとなく気になる存在で、何かにつけてテレビをチェックしたりしていたのですが、実は最近その原因と思われる前清とのスイートメモリーを思い出したのです。うん、それは私の地元の玉名市民会館に内山田博とクール5のショーが開催されたのですが、当時小学1年生だった私は今は亡き祖父母に連れられて見に行きました。人口3万人弱の田舎町ではこういったイベントは珍しいため、会場は超満員。私も金ちゃんの番組などで見ていたテレビスターの前川清を前にして興奮してしまいました。そのショーの終盤になんとステージの上に子供をあげてくれるというのです。私は祖父母の心配をよそにステージへまっしぐら。なんとここで私はステージの真ん中で転んでしまいました。スカートを履いていた私はステージの上の前清の目の前で思いっきりパンチラ。クールファイブのもみあげの濃い93クールファイブのもみあげの濃い九州男児風の顔のおじさん、かっこ名前が思い出せなくてすみません、かっこ閉じる。わー、ミートゥーミートゥー、俺も思い出せない。いたよね、あの小林さんっていうの。あの限りなくなんかさ、あのなんか進化するのを戸惑った感じの、いやすみません、ごめんなさい、すごい太いんだよね。あの髪型とさ、あのもみあげすごいよ。それはいいとして、しかし、あ、ごめんごめんごめん、九州男児の顔のおじさんにマイク越しにパンツ丸見えと言われてしまい、前清も会場も大笑い。しかし羞恥心という言葉を知らない当時の私は、ずうずうしくも誇らしげにステージの上に立ち、なんと前清の持つマイクで大声で自己紹介をし、さらには前清の手からマイクを奪い取り、大勢の玉名市民の前でマイク巻きのバラが咲いたをフルコーラス熱唱してしまったのです。おお、すごいステージ度胸。その時にマイクのコードでクールファイブの宮本さんがつまずいて殺してしまうアクシデントまで招いてしまい、このさ、君、あの、さっきのヒゲが濃い人の名前は思い出せないのに、まゆみちゃんはこのクールファイブの宮本さんのことは覚えてんだ。かっこハゲでメガネの人だ。やめてくれ、その言い方。ごめんなさいね、宮本さん。アクシデントまで招いてしまい、それは大バカな私のために大騒ぎだったのです。この話はこの時から10年間ぐらいは我が家での語り草になり、私はあまりの恥ずかしさに無意識のうちに自分でこの記憶を封印していたんですね。ところがオールナイトでの前清のあまりのフィーバーぶりに私の心の封印が解き放たれ、私の中で恥ずかしい最低の思い出だったのが、今ではあの頃の大胆な私を自分で褒めてあげたいくらいの
最高の思い出だったんだと思い直し、思い切って告白したというわけです。妙に長くなってすみません。この度前清さんがオールナイトにゲストで出演されるということで、いやコングラチュレーションですな。これからも楽しみに聞き継げます、いつまでもというね。これはいい思い出ですよ。でもね、最高の思い出ですよ。小林さん多分って言うなよ。思い出せないんだ。だって内山田博さんと前川清さん以外の人の名前ってなかなか思い出せないんだよね。ここ申し訳ないよね。これはだってあのレッツゴー3匹のあれにも通ずるもあれがあるよね。順です、長作です、南春夫でございますって、あれ南春夫だと覚えちゃってんだよな。あれがな、前うちの番組でそんな話したけど、あ思い出せないんだよ。純と長作は覚えてんだけど、南春夫になっちゃうんだよな。いやいやすいません。まあ今日読んだ方全員にですね、なんと BMG ビクターさんの方からマイキオグッズをプレゼントしてくれるという。ねえねえ BMG ビクターさん、あのクールファイブ、あ BMG ジャパンさん、あのクールファイブどうなったの。クールファイブ自体はそれって言えない話なの。 I don't know、 知らない。きっとけ。本当に。来週はですね、私がこの曲の弾き語りにチャレンジします。しかも前川さんとジョイントでいきましょう。前川清さんで抱きしめて、前川清さんで抱きしめてお送りしました。ふっくらほがらかつかでございます。あのね、来週はこの曲を弾き語りで前川さんが歌ってくれるということでね、嬉しいよね。いや、おかしかったね。おかしくて面白かったね、なんかね。いやいや、あの来週本当にいろんな話を前川さんに俺も聞きたいし、みんなが聞きたい話とか、あのそういうのいっぱい書いてきて、その今日みたいなあのハガキでもいいし、あと馬の話とか、あと馬並みの話ね、それみんなが書いてきて、俺なんかね直接ね、あのポンと聞けないんだ、ごめん、俺はそう小心者なんだよ。なんか女の人のゲストにはなんか聞けるんだけど、そういうことはね、オラに何回かするんだけど聞けるけど、前川さんにはなんか聞けないんだよ、なんか。ということは俺ももう惚れてんのか、惚れた弱み。ひょっとして厚先は郵便番号100-87、日本放送福山雅治のオールナイトニッポン前清の係までです。もう来週は楽しみ、ね、楽しみ、もう来週みんな聞いてくれるように、そしてみんなの周りも広げといてください。テレビであのバースデープレゼントやってましたね、映画ね。なんか随分昔のように感じられるのは僕だけでしょうか。まあ昔っちゃ昔なんですけど、久しぶりにね、あのかけます、聞いてください。福山雅治でメッセージ。俺のスタジオライブに来てくれた、抱きしめてさあやってまいりました、俺のスタジオライブリクエストリターンズ。ちょっとですね、もう先走ってしまいました。来週ですか、前川さんと一緒にやるのはね、はい。皆さんからのリクエストにお答えしてですね、歌を歌ってるのはマギターで弾き語ってるコーナーでございます。リクエストの方を紹介します。横浜市港区、バンコランからです。福山さんこんばんは。こんばんは。僕は4月から社会人になる専門学校生です。私は高知が実家で、この間の1月、中学校の同窓会が開かれました。同級生のほとんどが高校を卒業して就職しているので、まだ学生でいる者は僕を含めて 3,4 人ぐらいしかいません。社会人になった同級生たちを見てると、僕と同い年なのに顔つきが、顔つきとか行動が大人になった感じがしました。喋り方も何か違うし、僕は一人取り残されたような感じがしました。福山さん、社会人になったら自分はどう変わるんでしょうか。学生と社会人とは基本的にどう違うんでしょうか。僕は今社会人になることへの不安と期待が入り混じっています。福山さんは社会人になる前はどんな気持ちでしたか。リクエストは僕とこの4月から社会人になる人たちのために、長渕剛さんの乾杯をお願いします。社会人と学生の違い、それはやっぱり働くってことじゃない。働くのがメインになるっていうか、でまずまあそれがあるのと、僕は社会人になる前にどんな気持ちだったかっていうと、俺は親孝行だと思ってた。俺はね。
私の中学校では今恐ろしい噂が一つあります。それは何かと問われたならば、最近テレビに出ない福山さんの体重が80キロを超えてしまっているということです。この噂は一つ屋根の下2が始まるという CM が流れ出した頃から次々と囁かれ始めました。そういえばビールの CM 以外、去年の1月にテレビで見たっきり福山さんの姿を見ていません。このままでは明日の受験も気になって受けられません。真実教えてください。よろしくお願いします。ペンネームマイキオファン15歳。俺は80キロじゃん、105キロぐらいあるよね中島ね。うなずくなよ伊集院光と同じぐらいあるよね。本邪魔かさんとかね、あとはなんかレスラーみたいな感じだって。俺今日もあれだ、緑色のタイツ履いて上半身裸でラジオやってんだよサンダー福山って名前なんだけど、嘘、そんなことないですよ。ただまあこういう噂がね、非常に好ましいんで、どんどん広めといてくださいね。こういうほらバッタモンの噂っていいじゃん、なんか何バッタモンの噂って言わないっけ。言わないよな、ごめん。はい、ペンネームデブネコシスターズ。三菱との気持ちがわからないと言っていましたが、福山さんも見つがせていた口じゃないですか。絶対そう思う。しかも自覚なしで。Hey girl, what's going on? 何でって。自覚なしでだって。そんなことないって。俺は人から物をもらったこと一度もないんだから。プレゼントいただきました。ありがとうございます。本当皆さんありがとうございます。そういう意味では見つがれてるっていう言い方もできんでもないよな。そうか。本当に全国のファンの皆さん本当にありがとう。今週はなんかバレンタインのあれとかね、誕生日のあれとか、本当にありがとう。感謝してます。そうか、そうなんだ。もっと見ついてくれるじゃん。開き直りやがった。ああ、そうさ、ああ、そうさ、俺は三つが見つがれてるさ。いやいや、そんなことないと思うけどな。おはがき、行きましょう。ね、茨城県、ペンネーム。なこれ。ビン。ペンネームビン。17歳、高校3年生。やだ、東北をバカにしないで。ちゃんと年賀状だって、明けましておめでとうって書いてるよ。まあ普段話してる言葉はちょっと濁点ありますけど例え、だっちゃんね、みかん。わかる？だよね、みかん。まあこの文、例の文がちょっとわかり、例文がそもそもだよね、みかん。じゃあね、だっちゃんね、みかん。うん、けど周りが思ってるほど東北弁は汚くないですよ。本当に嘘だと思うなら電話ください。東北よいとこ一度はおいでって。いやいや、汚いっていう、汚いっていう言い方してないですよ。宮城県ですけどね、宮城県でございますよ、このハガキは。先週、先週だからそういう話になったのは、明けますっておめでとうございますって、手紙と喋りながら書くからそうなっちゃうっていうさ。でもね、待ってたこのハガキを、いいハガキ来たんだよ。だから千葉市けんちゃんのママ、ケンちゃんのママから。先週の放送で東北弁の年配の方が明けましておめでとうございますを明けますっておめでとうございますと書いてしまうという話を聞いて思い出したことがあり、ペンを取りました。私の田舎のおばあちゃんは宮城県に住んでいました。夏休みに遊びに行くと、近所のおばあちゃんの知り合いの人たちはおばあちゃんのことをおすんちゃんと呼んでいたので、小さい頃から私はおばあちゃんの名前はすんだと思っていましたなるほど、そうだよな。だってちっちゃい頃ってそうだよ。ところが小学生の頃、おばあちゃんが亡くなり、お葬式に参列した時、外の看板に名前がしんと書いてありこれってちょっとブラックじゃないか。かなりブラックだよなこれな。しんと書いてあり、初めておばあちゃんの本名、本当の名前を知りました。近所の人はおすんちゃんではなくおしんちゃんと呼んでいたのでした。そういえば昔 NHK のドラマでおしんというのがありましたが、まさにこれと同じ名前だったのでびっくりした記憶があります。こんな話を思い出して、久しぶりにおばあちゃんの顔を思い浮かべてみました。さようなら。ああ、じゃあえ、久しぶりって言った俺マジで。ああ、そっとたこと言われても、ほったたこと言われててもなごめん。まあでも最終的にはおばあちゃんのね、顔を久しぶりに思い出したわけだから、いいんじゃないかな。いや、なんていうかね、方言っていうのは文化ですよ。僕はだって自分が長崎弁が喋れることを誇りだと思ってますからね。思ってるでしょ、九州人って。俺だってなんで九州弁が標準語じゃないんだと、それは思ったことがあったもん。俺は悪いけど、世が世なら九州帝国を作りたいと思っていた人間だからね。はっきり言って、九州さん涙のコーナーでございますね。今や前京にとって変わられたと勘違いしている方もいらっしゃると思いますけど、違います。涙は涙で細々とやっております。川口市のですね、ラジオネームはございませんね。川口市の吉田澄子ちゃんです。私は最近涙しました。
それは先日放送のすごいねムツゴロウの動物報告を見ている時です。ムツゴロウ一家の犬のブルンちゃん一家犬のブルンちゃん一家の、主人格のブルンちゃんとムツさんが阿波踊りをしている時でした。ムツさんが一生懸命阿波踊りをしている時にブルンちゃんがそれに合わせて吠えていた時、なんだか胸から感動がこみ上げてきて、感動して涙がポロリ。福山さんは信じられないかもしれないけど、私はいつも動物もので涙してしまいます。こんな人はたくさんいると思うけど、 PS ハイジの歌に惹かれて寄りつく馬も可愛かったでもね、いわゆるテレビ局の人なんかよく言うのが、動物ものと子供ものは数字が稼げると、まあ言うぐらいね。あと他にもね、初めてのお使いっていう番組、あれ番組じゃねえだろ、番組なんだ、あれスペシャルなんだ、あ、そうなんだ。初めてのお使いとかで泣いたってハガキあって、やっぱね、子供と動物ものはね、いいらしいですよ、数字が、テレビ局の人が言うには、まあ、なんですかね、年とともに失っていった無垢な心をその子供と動物によって思い出すというですね、そんな感じじゃないでしょうか。東京都、これね、ペンネームがね、東京都、名字変わりたかったさんからですね。2年前の春、私は東京の学校に行くため一人暮らしをすることになりました。一人暮らしを始めて1ヶ月後、母から初めて手紙が来ました。内容は妹や弟など家族のことや近所であったことが書かれていました。そして最後の1行に、寂しくなったらいつでも帰っておいでねと書いてありました。私はそれまで寂しかったことや母の温かさを感じて一人で大泣きしてしまいました。それからもう2年が経ち、今年学校も卒業、そして5年お付き合いをした正春と結婚することになりました。俺じゃないからね、言っとくけど、みんな俺じゃないからね。これは正しいね、正の字に収めると書いて正春、字が違います。正春と結婚することになりましたって嫌だな、なんか自分で正春っていうのって。結婚が決まった時に母から2度目の手紙が来ました。今度は、辛いことや寂しいことがあっても家に帰ってこないのよ、何があっても正春さんと2人で乗り越えて楽しい家庭を作ること、と書かれていました。私はこの手紙を読んで、私は親と離れ新しい生活が始まるんだと実感させられ、また泣いてしまいました。20年間迷惑をかけたので、これから親孝行したいと思いました。 PS 2月6日に入籍します。ああ、そうですか、入籍したんですね。いや、おめでとう。まあ正春というやつはですね、なかなかですよ、はいね、じゃあ曲いきましょうか、石井聖子さんで会いたくて。普通歌でございます。こう書いてないんだよね、名前ね、書いてないんだけど、消印がね、名古屋です。私の通っている公立高校は高台にあり、駅から校門までほとんど上り坂、校門についても校舎までまた坂道があり、校門から教室に行くまでに10分はかかる。帰りは下り坂で楽だけど、朝遅刻しそうな時なんかはとても大変だった。だって走っても普通と違うから。また敷地が広くて、グラウンドの他に野球場、テニスコートが別にちゃんとある。教室もなんか複雑で、入学式の次の日、一人で教室まで行けなかった。こんな学校とももうお別れです。坂道を何とも思わなくなって、慣れた頃にはもう卒業です。いろんなことがあったけど、嫌なことの方が多かったかな。そんなんじゃダメだ、もっと変わらないと、と言われ泣きました。悲しかった。やっぱり高校も同じだと思った。自分を否定されてされてて、自分を否定されてたみたいで悲しかった。分かっていたことを言われ、どうにもできない自分が情けなかった。高校ぐらいは出ておかないと、と入った学校、私はずっと学校が嫌いです。いろんなことがあったけど、みんないつか思い出になるかな、というね、おはがきでございます。まあ、卒業式シーズンというのは、まあ、卒業はがきがよく来るんですけど、まあ、中には、卒業できてよかったと、まあ、こういうね、学校嫌いだったというのはがきも、まあ、来るわけであって、俺もね、決して好きな方ではなかったんだけど、まあ、何しろ友達がいたから行ってたみたいなところで、まあ、俺もこれに似たような感じですよ、卒業、とりあえず卒業しとこうかなっていう感じで、卒業やめようと思っていろんなことしたりしたんだけど、ただやっぱりね、まあこう言うとまた親父臭いのかもしれないけど、なんか学校っちゅうもんは、人生の長い、
臭いな。長い人生の中での、うん、なんかもう戻ることのできない、なんかこう心のふるさとっていうかさ、なんかそんな感じな気がするけどね。やっぱり良かったなって思うことにだん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 その時間が変化させていくものになっていってる気がする、うん、もちろんそうじゃない人もいると思うよ。もう本当にやめてよかったっていう人もいると思うけど、だけどなんかもう帰ることができない、なんか遠いふるさとのような、なんかそんな感じがしますね。じゃあ曲いってみましょうか。篠原美也子さんで一人。俺のスタジオライブリクエストのコーナーです。阪神大震災被災地に向けて歌ってるコーナーです。音楽紹介しましょう。ラジオネームただ僕が変わった。私は今日でメソメソするのを卒業しようと思い、思い切って手紙を書きました。私は阪神大震災に彼を持っていかれました。二人の間では結婚の話も出ていて、近い間にお互いの両親に、という時に震災が起き、彼は帰らぬ人に。それからの私は何度死を考えたことか。でも私が死を選ばなかったのは、福山さんのラジオと CD のおかげです。私の精神安定剤でした。だけどこのコーナーの時はいつも泣いてしまいます。だから今日からは泣かないように、私と彼との思い出の曲、ただ僕が変わったをお願いします。この歌で私たちの結婚を決めた歌なのです。ぜひお願いします。そうですか。うん。わかりました。なんかこう、変われる。というかまあ、僕ができる、僕がなんかやったことは本当に微力なことだと思っています。やっぱり自分自身が、うん、変わっていこうとする力の方が大切だし、そういう力があったんだというふうに僕は思いますけどね。じゃあ、ただ僕は変わった。3、4、7。このままで一緒にいれたら
だよね。わかっているよね。だけど止められないんだ。本当の気持ちは今日で全てを終わりにしよう。今日から全てが始まる。マサールのオールナイトニッポン。この番組はブルボン、ポッカコーポレーション、アンティネスレコード、ワニマガジン社、ロッテ、白線社、日本通運、角川書店、 MCA ビクター、 NTT、 NEC、 ロビタシン、慶応進学会、以上各社の協賛で東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。駆け足駆け足、2月のエンディングテーマは卒業、平岩英子さんですね。来週のお知らせをしておきましょう。来週はスペシャルウィークで前川清さんがゲストです。聞いて超4ピル。まあ、前川さんに関するおはがき、質問などなどたくさんお待ちしますからね。それと番組最初から受け付けたファックス、たくさんたくさんありがとう。まあファックス本当にオープンにしていくと、なんかこうリスナーのみんなとつながってるという感じがしますね。つながってる、グッ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 。はい、でね、この後3時からはですね、TM レボリューションの西川くんが、やるわけなんですけど、西川くんのね、おばあ様であるね、すみこさんからのおはがきが届いてて、いや、まあ内容はね、まあ内容はまああれとしても、うん、まあよろしくお願いしますと、孫をね、うん、意外と西川くんもそのせこいよね、そういう手をこう使うっていう感じがね、うん、なんちゅうのかな、こう自分に自信がない感じなのかな嘘嘘いやいや、本当にいいおばあちゃまでね、大事にしたってくださいね。ダメですよ、そのハブにしたね。こんな感じでございます。28歳になった福山雅治でございますが、なんか間違ってね、ファックス間違った内容とか来たりしました。来週は塚ちゃんがゲストだって勘違いしてる人いますけど、塚ちゃんは来ませんね。なわけでですね、ファックスオープンにしてると本当こう繋がってる感じがいいですよね。おはがきもなかなか素晴らしく、はい、まあそんなわけで福山はこの辺で失礼したいと思います。それじゃあ来週は前川清さん来るんでね、みんなまた来週も一つになろうやということで、また来週まで、バイバイ。